久しぶりです。3月は結構いろいろと忙しくて全然動画できませんでした。すいません。4月、5月はちょっと落ち着く予定なので、また動画本数増やして頑張りたいなというふうに思っております。で、タイトルにある通り、今日は今ね、統一地方選ということで、北海道の場合は北海道知事選と北海道議会議員選挙というのがでありまして、その後市議会議員選挙とかもあるんですけど、そういうちょっと選挙活動がね、周り賑やかになってきたので、ちょっと僕が思う、政治家さんへのお願いというか、今日は地元ネタっていうことなんですけど、本題に入る前に近況報告というか、もう4月になっちゃいましたね。で、3月何が忙しかったのかというと、お店普通に忙しかったです。ありがとうございます。あと、3月の頭の方ですね、フーデックスジャパンっていうのが、東京のビッグサイトでありまして、そこに僕、お仕事でお手伝いですね、東北海道、根室とか、釧路管内の食材を、ご紹介するというお仕事をいただいてまして、そのお手伝いで1週間行ってたり、で、先週は久しぶりに家族サービスで宮城県の仙台、あと松島というところに行ってました。結構いいところで、僕初めて行ったんですよね、宮城県。かなりいい旅行でした。そんなのこんなで、講師にわたって忙しくて、ちょっと動画の編集ができなかったと。あとあれだ、決算書類も作んなきゃいけなかったんで、あんまりこう動画を編集する余力がなかったなっていう感じです。はい。そうだ、メイとか、あゆかも卒業をね、あゆかはちょっと卒業後も大学院ということで、お店、スタッフとして席をまだあと2年間も残してくれるということだったんですけども、メイは卒業しましたね。で、本題なんですけども、今日は地元ネタですね。じゃあ僕が釧路市民として、釧路に関わる政治家さんにお願いすること、簡単に言うと、で、子育て世代っていうか若年層、本当に子育て支援マジでやった方がいいですね。で、僕自身はもう子供2人いますけど、だいぶ大きくなってきて、上の子は高校生で、多分もう数年でその子育て世代から離れてしまうので、あんまり関係ないんですけども、でも、宮城県行ったっていう、宮城行ってきたっていう話したじゃないですか。その松島っていうところが観光地なんですけど、平日ですよ。平日なのにめちゃくちゃ人いたんですよ、ね。もう観光客で溢れ返ってた。羨ましいというか、もうコロナなんかもうなかったんじゃないかってぐらい人溢れ返ってて、一応同じ地方都市じゃないですか。でも正直、釧路、あそこまで盛り上がらない。やっぱりこの街も観光、あと飲食、要は観光ですね。観光をもうちょっともっともっともっと盛り上げていかなきゃいけないと思って、で、足りないのはやっぱり圧倒的なこう人手不足だと思うんですよね。飲食店で働いたり、宿泊施設で働いたり、あと釧路は、北海道全体そうですけど、ツアーガイド、釧路は釧路湿原があって、カヌー下りとか、この間カヌーも僕たちもちょっと遊んできましたけど、そういうツアーってガイドをいなきゃ無理じゃないですか。そういう人たちも足りない。で、圧倒的に飲食店、宿泊施設、お客さんと一緒にこうガイドを、お客さんにくっついてガイドをしながら、もう実際にやるプレイヤーがいないっていう感じですね。裏方で支援をしてくれるって方は多分たくさんいらっしゃると思うんですよ。行政職員の方も含めて。でも実際に飲食店で料理を作る人、宿泊施設で実際に、フロントやったり、料理を作ったり、お客様の、お相手をしたりとか、人がもう全然足りないっていうのが、どこもそうかもしれないけど、この地は大きな課題の一つっていうか、もうほぼそれが課題じゃないですか。で、しかも、それだって結構体力使うんですよね、やっぱり。で、体力が必要だから、やっぱり若い人たちの力がめちゃめちゃ重要なんですよ。じゃあ、その若い人たちにどうやって、釧路に残ってもらうのか、はたまた、釧路にどうやって来てもらうのか、ってなるのが結構ポイントで、今年、うちの
大学、去年まで、昨日まで大学4年生で卒業したあゆかもメイも、もともと釧路の出身じゃないけど、二人ともこうしてね、釧路に残ってくれるっていうふうに、決めて、実際に今日から、この土地で新生活を始めてくれてます。まあ、最初から釧路に残ろうと思ってくれたわけでは多分なくて、まあ、大学生活を含め、うちでの仕事、業務も含め、いろいろな体験をして、いろいろなものを見て、聞いて、で、あ、釧路に残りたいかもって多分思ってくれたんだと思うんですよ。で、そこは、そこに関しては、多少ないと僕の、まあ、頑張りっていうか、彼女たちにこう、釧路で仕事をすると、こんないいことがあるよ、こんなに楽しいよっていうことは伝えるってことは、少しぐらいは僕頑張れたと思ってるんですけども、その結果、じゃあ、釧路に残りますっていう決断をできたのって、そこはやっぱり、今の、若い子たち、あの世代、そんなにバカじゃないんで、やっぱり数年後の自分はどうなってるのかなって多分想像するんですよ。で、その時に、もしかしたら結婚して、もしかしたら、子供ができて、子育てをしてって考えた時に、うちのスタッフたちは教育大なんで、基本的には学校の先生になるんですよね。で、学校の先生っていろんな仕事の中で、多分僕の思う、これはまあ僕個人の意見ですけども、学校の先生のいいところって、まあ公務員なんで収入はまあある程度安定してる、その、ね、労働に対してその給料が高いかどうかっていう話はまた置いといて、公務員なんで収入はまあまあ安定してて、それよりもやっぱ大きいのは、育児休暇とか、まあ、女性だったら出産して、まあ休暇取って、学校の先生ほど戻りやすい仕事ってないんじゃないかなと思います。で、それがあるから多分あゆかもメイも安心して、まあ、釧路に残ろうって決めてくれたんじゃないかなっていう、ちょっと僕はそうやって考えてるんです。釧路っていいよね、楽しいよね、ここで働くのもちょっとありかなって思うとこまでは、僕らね、近くにいる大人がそこまでこう導くことはできても、じゃあ実際そこで暮らして本当に近い将来大きな不安がなくいれるのかなってなった時は、やっぱりそういった経済面とか、結婚がしたいなとか、ね、子供が欲しいなと思ってる人であれば、その辺ちょっと考えるんじゃないかなと思って。で、うちのスタッフたちの場合は学校の先生なので、そこはちょっと安心できるので、じゃあ釧路にいようと思ってくれたっていうのがあると思います。なので話をちょっとぐるって遠回りしましたが、釧路に関わる政治家の方々、今一生懸命選挙活動されてて、この後当選してもし議員になった場合には、お願いですから、その子育て支援とか、そのあたり、20代中盤から30代中盤ぐらいまでが、まあ、僕ももう今44なんですけど、子育て、まあ、僕自身は全然ダメの父、ダメを、もう典型的な昭和のダメ父親なんで、全然子育てには非協力的でしたけど、うちの奥さんが一生懸命やってるのを傍らで見てて、まあ大変だなって思いました。うちの妻、奥さん、両親が地元、ここには北海道にいないので、まあ僕の両親も病気がちで、全然その子育てに関して何か協力をお願いするっていうものは全然なかったので、まあ、ある意味こう、釧路の外の人たちがポンって釧路に来て、じゃあ子育てをしてみようっていうのと同じような体験ができたと思うんですよ。で、うちはたまたま僕がこういうある程度時間に融通が利く仕事だったので、子供たちの保育園とか学校とかの振り迎えとかも、まあ、それに合わせて僕の出勤時間を変えたりとかして乗り越えてこれたんですけども、じゃあそれ以外の普通の一般な、会社員とかになると、まあ、結構きついよなと思ったので、そうするとね、今の行政からの子育て支援策では全く話にならないと思っています。ともかくウェルカム感が
あのいいよここの町マジで子育ていいよっていう感じがもう1ミリも感じなくて、もうちょっとねやっぱりねがっつりがっつりですよ本当に。兵庫県かな、明石市とかの教育費医療費もかな全部無料にしてるじゃないですか。もうあれぐらい、もうあれよりもっとでかいインパクトがあることを、子育て支援に割いてもらいたいなと。その結果、その僕たちのこの飲食とか宿泊施設とか本当に観光に携わる人たち、もう観光で実際に、いやそれを仕事としてやる人たち、体力が必要なこの観光っていうところで働いてくれる若い人たちはもうまさに20代30代の人たちがメインなので、そこの部分をしっかりやらないと、結果的にはどんなに枠組みで観光業、釧路の観光を盛り上げようと言っても実際の中でそれに従事するプレイヤーがいなければ何もできないですから。そう、子育て支援をするか観光業を盛り上げるかってこうね、どっちにしようかなってことじゃないんですよ。観光業を盛り上げるためにはそこで働く人たちのを増やさなきゃいけないので、完全にその世代、子育て支援です。もうこれをやらないと観光業盛り上がってこない、盛り上がるっていうか観光業に従事する人がいなくなっちゃうので、ぜひ、そこをね、当選された際にちょっと頑張っていただきたいと思っております。はい、ということで、まあ、まとめますと、まあ、たまにね、行政の人とかこういう話をすると、まあ、産業を盛り上げようね、地元の基幹産業に、重点を置くのか、それとも、子育て支援に重点を置くのかみたいな、こう、天秤にかけるっていうことがたまにあるんですけども、僕に言わせれば、これ、同じことなんですよ。観光業を基幹産業にしようって思うんだったら、そこで働くプレイヤーがいなきゃ全然できない。で、そのプレイヤー世代は観光業って体力勝負のところがやっぱりどうしてもあるので、若い世代に来てもらわなきゃいけない。釧路の人には残ってもらわなきゃいけないし、外からは来てくれ、中だけで足りなければ外からもたくさん来てくれなきゃ困る。で、ある程度大きなホテルとかも、チェーン店みたいな感じだと、いろんなとこからもね、転勤とか出向とかで釧路に来るんですよ。その時に釧路子育てしやすそうだなとか、まあ、子育てしなくてもなんか若い人たちに対して温かい街なんだなっていう風なものを見せないと働いてくれる人がいないので、そこの部分をしっかり、少なくとも給食費は無料、医療費も成人まで無料ぐらいにしておかないと、結果的に観光業やる人がいなくて成り立たなくなって、結果的に盛り上がらないと思います。ぜひね、その部分をしっかりと、見据えて、地域の舵取りをしていただきたいなというふうに思っております。僕自身は、まあ、自分の立場でしっかり頑張って観光客の一人でも満足してね、帰ってもらえるように頑張りますので、よろしくお願いします。ということで今日はね、まあ、統一地方選挙絡んで政治家今目指している皆さんにお願いというか、そういう動画にしました。いや絶対見てるでしょ、見てますよね、ぜひ参考にしていただければと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。